こんにちは。今日のニュースです。はい、今日のニュースをよろしくお願いいたします。今日何がありましたか？草刈正雄さんがお亡くなりになりました。マジ？いつ？昨日の夜8時40分ぐらいのことです。うわ、ニュースでやってた？大ニュースやん、それ。息子の真田幸村さんが見取りました。家来たちは号泣です。それドラマや、 NHK の真田丸や。本当にかっこいい俳優さんでした。何をごっちゃにしとんねん。まあ唯一無二やったけども、もう子供の頃の草刈正雄さんを知っています。なんでか知らんけど、僕とね一緒に撮ってる写真もあるんですよ。すごい、息子の次に可愛かったです。そんな見え張らんでええねん。確実に負けとんねん。もう息子もハーフに生まれたかったんでしょうが、どうしようもないやけど、両親が日本人やったらどうしようもない。私はフランスで生まれたかったのですが、それどこで悩んだ一体。おか結局お前は日本にしてくれと。それ誰に言われた一体？いつ？エンマ様でした。え、おか地獄におったんかい。もうおっと、どうやら喋りすぎたようだ。誰やねん、あんた誰やねん一体。ロッテリアにマックシェイクはありません。いや、全く関係ない話なんで言いました。皆さんに嬉しいお話があります。あ、ロッテリアかマックかの。安心してください。あかんねん、あかんか、先輩のギャグとか言うたらあかんねん。草刈正雄さんはまだ生きてます。当たり前や、そんなもん。